はい、というわけで本日はこちら兼六餅というお菓子を食べたいと思います。んー、これ前に食べたずんだクリーム大福や、なんか他にもあった気がします。ちょっと忘れちゃいました。そう、金つばだ、金つばの販売会社と同じところが作ってるお菓子なんですね。だからどんな美味しいお菓子になっているのか食べるのが楽しみです。それでは中身をちょっと見てみましょう。おー、なんか小さなカップでの中にお餅が入っています。なんだろう、ピックが欲しくなるようなそんな見た目なんですけど、どうなのかな。ではいただきます。ピシピシピー、なんと言ったらいいのかな、このもっちりとした食感は当然なんだけど、後からぬる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 ぬっとりでもない甘辛甘じょっぱい、あん走れる、なってくる、なんだろう、アンケメネチとみたらし団子を融合してたような他では味わえない食感じゃないわ、味わいを感じさせてくれるお菓子になっていますね。パクパク食べたくなる、そんなお餅たちです。ねえ、あなたも一緒にこのお餅食べませんか。と他では味わえない経験が楽しめますよ。ごちそうさまでした。ですね、これは食べた瞬間はもちっとした食感とともに甘いあんこの食感がふわっと広がってくるんですよ。後から追いかけるように甘辛めのみたらし団子のタレみたいな味もきて、みたらし団子とあんこ餅のあいのこのような商品になっていました。なので一度にどちらも楽しみたいという場合には食べてもらいたい商品ですね。反対にちょっと待ってくださいね、これ反対に、どっちかだけでいいかなという場合にはちょっと向いてないかな。まあいいとこ、自分はいいとこ取りなのですが、もしかしたら人によっては中途半端と思う人がいるかもしれない。というわけで今日食べたこちらの兼、なんだろう、もう名前は忘れて、兼六餅は一度に2つの美味しさが味わえるとっても美味しい和菓子だということで、こちら5点とさせていただきます。それでは、森林浴、死を望むかな、好みほど、いやいや望んじゃダメでしょそれは。はい、というわけで本日は兼六餅というお菓子を食べてみた動画でしたが、あなたは食べたいと思ってくれましたか。もし思ってくれたのであれば高評価とチャンネル登録、そして動画の拡散をしていただけると嬉しいです。それでは演武終演。